言いたい放題の無法者がその勢力を拡大させて福岡のリングに向かいます。朝子という新戦力が加わり、チームとしてのノーフィアはその地位を確かなものにしました。しかし今宵のリングは1レスラー高山としての進化が問われる一戦です。去年のチャンピオンカーニバルから10ヶ月熱望していた秋山戦がとうとう実現。前回の対戦は叩きのめされる前に丸め込まれるという屈辱の敗北。その怒りをためにためました。かつての盟友オブライトが見つめているであろうこのリングで改めてその雪辱を胸に期します。高山がトップロープをまたいでリングに姿を現しました。味噌地で迎える2000年、入門から9年目を迎えるこの2000年は秋山にとって勝負の新千年期となりそうです。世界タッグチャンピオンにして最強タッグ2連覇、盤石の体勢を築き上げたこの男に一点の迷いも曇りもありません。高山がまずリングに悠然と向かいます。引き締まった表情の秋山純、最終戦横浜に控える4度目の三冠挑戦に向け1年初めの九州場所、青い稲妻が福岡の空を切り裂きます。突っかかる高山を蹴散らします。高山はその流行る気持ちを抑えることができません。高山が控えるこのブルードマットに今ブルーサンダー秋山がリングに立ちました。特別にはシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー275ポンド高山義弘、何をぶつけるか高山義弘。赤コーナー250ポンド秋山純、何を受け止めるか秋山純。おっと高山がそのコールを受けてすぐさま対角線上に控える秋山に突っかかっていきます。60分一本勝負で行われます特別試合シングルマッチ、秋山純対高山義弘です。2000新春ジャイアントシリーズ博多大会福岡国際センター、さあ意外に使った高山が顔面を蹴った、さあすぐさま場外に、しかし秋山はすぐリングに戻ります。流行る気持ちを抑えられません。高山さあスライディングキックだ、さあ助走つけてジャンピングにヒット、顔面にヒット、さあこの福岡のお客さんは秋山に味方しました。ゴングが鳴ると同時に仕掛けたのは高山でした。放送席の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、まずこの高山のやる気というものを強く感じますね。そうですね、これからどん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 要するにその乗っていく選手だと思いますからね。去年要するに世界タッグを脱したっていうことで自信も一段とついてますしね。そうですね、楽しみだと思います。顔面キックは腹っ端を捉えた、リリフト、おっと秋山一回転、秋山たまらず場外へ。うわ桃田さん、これですね高山は。そうですね、あれが高山選手の持ち味だと思いますね。下から突き上げる2ってのはすごい相手にダメージ与えんですよね。そうですね、誰もがこの2リフトを恐れています。去年この同じ福岡でチャンピオンカーニバルの公式戦で、あっとランニングの2リフト、苦悶の表情の秋山。チャンピオンカーニバルの時にはその叩きのめすというよりもくるっとその秋山のうまさにやられたという面もありましたからね。さあ今場外で秋山がうずくまっております。そのあたりこの高山が秋山とは正面から向かって勝負ができるそういう選手であると、はい、そうですね、あんまり細かい技というよりも正面向かって体と体がぶち当たるっていうんですかね、はい、そういう感じで勝負する秋山選手自体がそういうタイプですからね。そうですね、まあ、高山選手とすればあんまり逃げがないんで行きやすいと思いますよね。なるほどね、さあその正面衝突なんですが、まさに秋山が2リフトを連発、正面から食らってしまいました。自力ではリングに戻れません。今高山が秋山をリングの中に戻します。桃田さんのお話にもありましたが、去年はアジアタッグそして世界タッグを取りました。頭いい、そのあたりの自信というものが確実にこの高山をより大きくしています。
一方この秋山は最終戦横浜大会で三冠戦が控えています。ベイダーに対する三冠挑戦4度目になります。その前に高山を相手に落としてはいけない一戦になっております。フライングメイヤーからさあ助走つけた、ミドルキック、ブライタリヒット、おっと勢い余って高山がその足をちょっと気遣っています。それにしても高山の蹴り、そして膝がことごとくヒットしてますね、はい、あの重いんですよね高山選手のやつ、あの要するに蹴りとか、要するにもう2位にしてもですね、2位リフトにしてもものすごい重いんですよ。そうですね、さあ足を取った膝、さあ膝にエルボー落としました、あテイクドロップキック、今度は高山が場外だ。序盤はこの高山の膝そしてキック、いいようにやられておりましたが、今その痛めてしまった右膝、秋山はまだしかし溝落ちのあたりを抑えながら場外の高山を追いかけます。ああちょっとあまりにも重い蹴りを入れすぎたんでしょうか。さあ抱えて、あっと膝だ膝だ、さあこのあたりからは秋山の非常な攻撃が続くんでありましょうか。鉄柵に固めて、さあエプロンで、あーとエプロンから飛んだ、エプロンから飛んだ、動かない高山の右膝、そこにエプロンから飛びました。秋山の攻撃はまだ続きます。さあ膝をがっちりと固定したまま、今度はこの福岡の夜に高山の悲鳴がこだまします。さあご覧のようにこの鉄柵を挟んでの秋山高山の、あっと今度はエルボーを落としました。ようやく形勢逆転しました秋山です。まだ場外まだ場外、今度は逆です。秋山が高山をリングの中に戻します。低空ドロップキック、秋山は明日の熊本大会ベイダースミスを相手に世界タッグの防衛戦を行います。そして 1.23 横浜大会ではベイダーに秋山自身4度目の三冠挑戦となります。ですから桃田さん、はい、秋山にとっては今日の高山戦大きな試合ではありますが、ベイダー戦を控えて落とせない一戦ですね。そうですね、相手の高山選手が体が大きいだけに、明日のタッグ戦にしても最終戦の要するにベイダーの参加戦にしてもですね、いい要するにそのなんていうんですか、仮想ベイダーっていうんですかね、はい、そういう意味ではいい練習になるんじゃないかとか、練習って言い方はね高山選手に対して失礼ですけども、はい、いい相手になると思いますよね。そうですね、そのあたりの秋山の仕上がり具合というものを一つ見られる今日の一戦。スコーピオンデスロックから STF に持っていきました秋山です。顎のあたりをがっちり捉えました。サードロープが少し距離がある、今ようやく届きました。秋山もこの2000年新しいこの1年は自分が中心となって軸となって回る、そういう自覚も十分あるようですしね。そうですね、まあそんだけやっぱり気力もありますしね、体力もついてますし、まあ、実力も十分についてますんで。そうですね、秋山自身4度目の三冠挑戦、ベイダー戦が控えています。さあそして今リングの中では執拗にこの高山の右膝攻め、今度は足4の字固めに入りました。そして今度高山はアキレス腱固めで切り返そうというところなんですが、秋山がこの辺りは冷静に本当に試合を運んでます ね。 そうですね、やっぱり背の高い自分よりパワーのあるウエイトのある選手にね、やっぱり足を攻めに行くっていうのはかなりいい攻めだと思いますよね。そうですね、それから高山のキックあるいは2リフト、それを封じられますからね、そういうことですね。さあ徹底して今度は高山の右膝、形勢逆転であります。ああもうこれを高山の右膝が砕けんばかりに秋山が蹴り込んでいきます。さあ右膝を捉えて、あっと今度はエルボーでカットした、胸板のあたりを蹴り込む、あっと左の肘でしょうか、あっとちょっと大野さん、このテーピングしているこの秋山の左の肘なんですけれども、ちょっと具合が悪いそうですね。そうですね、さっきまで要するに動きの中ではあまりその感じなかったんですけど、はい、今 の、 あの様子を見てるとちょっと何か炎症を起こしている可能性がありますね。そうですかね、秋山が左の肘、そして一方の高山が右の膝、両雄がこの試合の中では
攻められたくないポイントができてしまいました。さあトップロープを使って硬いワイヤーの入っているトップロープを使いまして秋山の左の肘をガーッと締め上げています高山です。高山にとっては先日休止いたしましたオブライト選手、そのオブライト選手が見つめる中での今日の秋山とのシングルマッチになります。顔面を蹴り上げました。そういえば高山は全日マットに初めて来た時にはオブライトとのタッグで川田田上の世界タッグに挑戦しました。フロントスープレックスで投げていきます高山です。去年のシングルマッチ愛知大会では 10.23 オブライトとのシングルにも勝ちました高山。さあダブルアームスープレックスの体勢で秋山投げてさあ相撲を固めた固めている返せるか。ああ右肩をようやく上げました秋山です。いや今だけど綺麗な形に入ってましたね。そうでしたね、右膝が心配されるんですが踏ん張ってましたね、さあ今度は肩始めの体勢に入ります。脇を固めて顔面を締め上げます。この技で去年 10.23 あのオブライト選手から勝利も追い取りました。さあガッチリ決まっている肩始めに持っていった高山秋山さあ返せるかなんとかサードのオープニングに入れようという秋山ガッチリ決めている。ああなんとか逃れました。左の肘を押さえています秋山そのあたりの痛みが非常に心配されます。秋山もこの高山のことは認めています。そして高山自身もこの秋山には言葉ではうまく言えないけれども通じるものがあると言っております。輝いたバックドロップ溜めたバックドロップです。時間が一瞬止まりました。リングの中央に秋山寝かしてギアチングを落としたカバーにあります。おっと自ら秋山を起こしました。去年のチャンピオンカーニバル公式戦は完全燃焼でした。さあ左のサポーター膝のサポーターを取りました。助走をつける助走をつけるリリックがあるぞサードだわあ低空ドロップキック右膝でヒット秋山の低空ドロップキック右膝さあドラゴンスクリュー右膝が壊れる畳みかける秋山さあさあエクスプロイダー一発目のエクスプロイダーカバーに入ったサードロープに足がかかりました。秋山はここが攻め時です。勝負タイムが10分を経過非常に濃密な10分であります。髪の毛をムンズと掴んだ秋山あっとロキックバックルだバックルだあっと膝を蹴った膝を蹴ったさあリングの中央もう一回行くかエクスプレーだあっと丸め込んだ丸め込んだどうださあ助走つけた秋山ジャンピングであっと耐えているバックルだバックルだ投げるかおっと丸め込んだリングの中央丸め込んだどうだスイーカウントまたしてもまたしても秋山が丸め込んだ正面からぶつかった今宵の一戦しかしまたしても秋山が丸め込みました。スイーカウントをアピールします。一方ご覧の表情の高山10分39秒またしても高山は秋山に丸め込まれてしまいました。納得いかない表情の高山一方の秋山はそそくさとリングを後にします。桃田さん、はい、結果的にはまたしても秋山が丸め込んだという形です。秋山選手の攻めのうまさですね、要するにもう右膝を完全にポイントにして、そこを中心に攻めを組み立てにいきましたよね。そうでしたね、ジャーマン狙いも2発ブロックしましたからね。そうですね、要するにそれも必ず右膝を痛めることによってブロックして最後は要するにロールで決めたんですけどね。そうですね、去年のチャンピオンカーニバルの接触は高山なりませんでした。今宵の福岡のリングまたしても勝利の外貨は秋山に輝きました。